はい、皆さんこんばんは。こんばんは。イングレスゴーラジ、今週も始まりました。はい。今日ちょっと余裕あったんだけどね。なんでだろう。なんでだろうね。いつもバタバタしてるのにね。バタバタしてるけど、今週も始まりました。はい、今日も北部から来ました。はい。イングレスはレジスタンスのレベル15。はい。ポケモン GO は、青チームのいくつだっけ。27、うん、先週は27でして、27で変わらずですけど、27のウアンです。よろしくお願いします。同じく北部から参りましたシーキです。イングレスはレジスタンスのレベル16、ポケモン GO はインスティンクト黄色チームレベル40です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、南部から参りました、イングレスはレジスタンスレベル16、ポケモン GO はチームミスティック、青チームレベル27、変わらず HMS エジンコートです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、北部から来ました、はい、CCD コムです。陣営はレジスタンスです。ポケモン GO は同じく青でレベルは31です。イングレスのレベルは、はい、今スクリーン録画をオンにしました。音量は音量上げます。はい、音量思いっきり上げます。はい、近くのポータルをリチャージします。はい、どうなってんだ、あれ音聞こえない、音切ってる、切ってるね、サイレントにしてるからだ。一回リチャージしました。はい、はい、音出ない。あ、なんでだろう。BGM 切ってんだよ。 BGM 切ってるからだね。いつも出てたような気がするんだけど。いや、この前切ったよ。じゃあ、そうだっけ、うん、そうだね。じゃあサウンドも思いっきりじゃあ大きくします。はい、あんまり大きくしないように。BGM も、はい、XM 充電完了 100% わー。もうこの際だから声も出します。はい、じゃあ、あと1回リチャージしまーす。はい、はい、どうなるんだ。シュビビビビ。おお。レベル15になりました。昨日からちょっと頑張ってて、そうレベル15数えたらできるよねって。でそれも、ちょうどになるように、うんうん、切り板になるように。そうそう、切り板になるように。わー、ご褒美もらいました。イエイイエイ。ということで、CCD コムさんはレベル15です。はい、おめでとうございます。イエイ、ありがとうございます。追いつかれた、追いつかれた。はー、やっと、うん、もうこの切り板を狙うって言ってから、その昨日から金イングレスで、うん、端末のウィジェットも全部削除して。金って禁止の金ね。そう、禁止の金で、昨日から計算して、そう、リンクを2本さ、引いて、はい、でフィールド2個作って、はい、で昨日はそこで止めて、ちょうどそれでゼロになるようになったんです。某エージェントみたいにポータル申請通るとかじゃない。そうそう、てかそれをドキドキしてて。某エージェント。そこにいる某エージェントさん。これで CFP 来たらどうしよう。そこで CFP 来たら怖いよねって。メールが来て。だから今日もお昼ご飯食べながらメール開いて、グッドワーク来てないよなって見て、あ、大丈夫だ。それを考えて、残り2130で止めたん、昨日。あ、で、今日、うん、ギリギリまでご飯も食べて、そう、こっちに来る直前に、うん、2000AP の部分は、ポータルを、フルデプロイ、一人でフルデプロイして、うん、モッドを2つ刺すとちょうど 2000AP になるんで、うん、レゾネーター8本ガーッと刺して、そうそう、モッドも2つ刺して、モッドもなーい、分けてって言って、分けてもらって。で、130になったところで、うん、緑のポータルを1回ハックすれば100なので、そう、近くでエジンコートさんが活動している。エジンコートさんがどこだどこだ、緑壊してるとか思いながら、どうしようって。まあね、ちょっと離れたところにあったんで、そこを把握して、1箇所残ってたからそこ行って把握して、さすがに私も2000超えてたんで、インベントの減らしで。まあね、インベントの減らしをね、ここに行きつつ、でも昨日から、うん、触りたいけどって言いながら、もうリチャージしたいけどできない。今日もこっち来る途中ね、うん、車乗ってると速度遅いとリチャージができるので、うん、だけどそれもできない、もう帰るってか、ポケモン GO にするってか、うん、ポケモン GO やってました。やり放題じゃないですか、ポケモン GO。 うん、
ポケモン GO やり放題じゃないですか。ポケモン GO やり放題で、あのもらったあのリサーチをこれはやれないパンって言ってて、またもう一回ポケットオープンで課題をもらい直して、グレートスローを、何回連続とか、カーブでナイスを3回連続とか、いや無理無理無理、このね連続が難しいんだよな。そう連続がね、いやーよかった。前回レベル上がったのは2016年の12月の AP2 倍キャンペーンのラストのリミット5時の寸前に上がったんだったかな、今記録を見たら。記録見たらね。そうだから2016年だから、まあ一昨年の12月以来のレベルアップです。はい、多分もう上がらない。あと1600万、もうプライムになるまでには16になれないね。あと1600万だから大丈夫よ。何を言っている。ここから、あのウアンさんと勝負するとか。そうそう、いやあのね2人でやるとね食い合いになるからダメなのよ。そうなんですよ、ね、指数ボーって言いながらいつも指してるから。僕は残りあと800万です。800万 AP 800対1600、ちょうど半分か。半分、800か。いやイングレスプライムには引き継ぎではないはずだよね多分。いや分かんないです。どうなんだろうね。スキャナーというかシステムが全部変わるのか、レベルとかメダルをそのまま引き継ぐのか何なのかがさっぱり分かんないね。いやどうなるやら、ね、リークされたプライムの画面とかいうやつは確かレベル16だったよな。あのあ、じゃあ、遠来の16で、遠来天堂の、いかにもスキャナー 2.0 ってことか、いかにもそれっぽかったんで、データ引き継ぎでやってんのかなと思ったんだけど、そのままかもしれないですね、なるほど、そしたら大丈夫だ、大丈夫だ。で、イングレスプライムになったらレベルキャップが外れて、はい、32とか、あのうちらがこうラジオで言ってた、あのモッドが8本させるのとか、あのモッドがこう、ね、高レベルエージェントに限って交代ができるとか、はい、まだ話は出てないけど、プライムが出てプライムの方に移行したらもう元のイングレスに戻れないのか。まあまあそうだね。かアプリは2つあってデータを1つで管理してるのか、今のスキャナーと。これあ本当だ、レベル16、そうだね、引き継いでるっぽいね。2つ同時に触れるのか、どうなんだろう、ね、ということで AR コア頑張ってください。多分 AR コア使うと思うので、あの今日ちょっと時間があったので AR コア絡みで調べてたら、あのね、エクスペリアの、あの XZプレミアムとかは、AR コアに対応してるのよ。あとはサムソン系のギャラクシーは結構多くて、元からだけども、で Google 関係だとあのピクセルか、元からのピクセルとか、ASUS の、Zenfone、AR の新しいやつが対応してたかな。一応正式発表、あの AR コア自体は正式発表されてるので、あとは随時対応機種が増えていくと思います。そうすると対応になると、あのポケモン GO のように、あのポータルに近づくと、あの映像が変わってくる。どうなるやら、ね、やると面白いかな。やっぱ重ね掛けで見たいよね、実際のポータルになってるのと、そのポータルの外見というか、仮想現実を重ねて、やっぱ AR で AR を見てみたいですね。でこう見上げてみたり、リンクがビュイーンと飛んでいくのを ね、AR の画像では見たいなと思うよ、やっぱり。そうだね、まあその前にあのアニメのイングレスでそれが、まあ、映像化されると。あ、そうかそうか。ちょっと気になったのは、そのポータルがたくさんある場合、近くに、全部重なってて全部表現できるのかどうかっていう。そこでメガポータルですよ。なんか処理落ちだろうなんだろうで、いやそういうね、処理落ちとか考えてると技術革新は考えられませんよ。だってもうね、最初の頃の、あのイングレスが始まった頃の、端末で今のイングレス立ち上がらないですから。もちろんアンドロイドのバージョン
が違うっていうのもあるけど、うんうんうん、あの入ってても遅くて、うん、立ち上がりはするけど、うん、今度はもう全然話にならない、うん、そうね、機種変更する前の古い端末たまに立ち上げてみるけど、もう話にならないね、うん、ね、あの、うん、インベントリー開けようとしたら、はい、10秒ぐらい考えてようやく中身出したら平気だよ、ね、もう本当に古い端末に戻れない。ちゃんとノバとかした時も、うん、ちゃんと見えるんですかね線が。あ、ノバの表示、いや表示できるでしょ、まあ、方角は差し示すと思うので、うん、いや、そうか、そうだ、地面でこうやるんじゃなくてこう上空でこうリンクが引かれる格好になるから、ビーっていくのがね、うん、それやったらもうあのシャードなんかこう送り出す瞬間なんかシュビーとか本当に飛んでくんだよ ね、 飛んでくんだろうね、うん、遠いんですけどね、一瞬で消えるかもしれないですけどね、まあ実際シャードが到着する瞬間なんかも最高かもしれないよ、 あ、うん、あれはそうあのエフェクトでね、あの、うん、リンクをリンクが色変わってババババババッとくると、ハードル上げてるよね開発陣営泣いてるよね、多分開発陣は大変だよ、うん、浮いてる、まあ浮いてる、まあ浮いてるな、うん、現時点では確かにエクスペリアだとエクセットプレミアムだから2016年の秋冬モデルか、うん、からですね。ただ、うん、その時同時出た普通の XZ と XZ コンパクトは入ってないんだよね、うん、今のところ、うん、あれでスペックなんか違う、まあ、いやスペックというよりまだ確認のものだと思います。僕のハーウェイの P10 は去年出たばっかりなんだけども入ってなくて、今度の新しい P20 からっていうことなので、うん、ちょっとおかしいのよそういう意味では。だからあの各メーカーによって対応するかしないか、うん、若干変わってきてるのかなと、うん、そういう意味では ソニーとギャラクシーあたりは、うん、あのサムソンあたりはいいのかなと、うんうん、エクスパフォーマンスとエクゼットプレミアムって、うん、結局、画面の大きさ大きさってぐらいなのかな、ね、差は。そうですよね、だから見たいようなまだ見未検証なだけで、うん、そう 8.0 にアップデートしてるエクスペリアは基本的に対応してんじゃないのかなと思うんですけどね。そういう時はあの Google Play に行って、AR コアで検索するとヒットしないのは対応してません。なるほど、うん、そうなのか、あので、出てこないので、うんうん、Google Play ストアでヒットしませんでした、うちのは、うん、どれどれ、はい、これなんかシケさんのは8にしたの、足のは8になったと思います。あ、そうなんだ、はい、へ、おそらく、うん、さあ見てみましょう。で、あの AR コアも AR キットもあの、うん、検証というか、はい、あの動画を見ると結構楽しそうなので、うん、何か見れるんですかね、何かアプリが、AR コアっていうアプリがあるはず。ちょっとお待ちください。端末情報8.0.0、 あ、じゃあいけるかな、うん、AR コア、はい、コアは CORE、 AR コレ、 AR コレですね、これAR コレこれですかこれですかAR コレですかだと思います。うちは見たことない。 AR コレは違うね、まだ私の見たいよ。あ、ほんとだ、うん、AR コレを入れると、お疲れ、端末はこのバージョン対応していません、対応してませんでしょ、うん、うち探してもヒットしないもん、まず。あ、そうなんだそこださあ、旅猫さんから CCD コムさん、あのエージェントレベル15、はい、おめでとう。あ、ありがとうございます、はい、いい、ネソニャン君も、レベル9おめでとうということで、レベル9、はい、ネソニャン君レベル9おめでとうございます。これから面白いとこです。入れたんですけど、はい、何も特に、いや特にないと思います。あの対応するなんかアプリがありますよね。対応アプリを入れるとあのいろいろとできるんです、うん、対応アプリ、ポケモン GO ではなくて、ポケモン GO は AR キットは対応してるんで、あ、キット、あ、うん、そっか、コアとはまた違うんだ。あ、後ろで 3D、まあ、うん、あの AR を機能させるための、うん、空間に絵を描ける AR アプリがあるそうです、うん、空間に絵を描くことができる、空間に絵を描く AR アプリ、こうカメラを向けて、うん、多分指かなんかでこうやると描けたり、うん、または、うん、指でこう画面に絵を描くと、うん、
描いた後に動いたら、うん、この絵がこう、うん、AR というか立体になってこう前後左右見れるみたいな見れるような感じで、うん、素晴らしい。 AR はこれからの技術なので、うん、どしどしどんどん頑張ってくださいと思いますけどね。うん、でこの前テレビ見ててあの、うん、VR っていう名前で出てましたけど、うん、あの医療関係のやつで、うん、これ AR だろうと思いながら見てましたけど、うん、あのゴーグルをかけて、うん、あのあれはマイクロソフトだったっけ、あの、うん、ホロン、うんうん、あれをかけて、うん、なんかここでくるくる回ってますけどシーケさんの動きが怪しい、うん、あの、うん、実際の、うん、局部に、うん、あのなんていうか手術するポイントに、うん、あの CT 画像を重ねて、うん、でここにどうやって穴を開けるとか、うん、どこを手術するとかっていうのを、うん、あの現実と重ねるとかっていうのがありましたね、うん、あれ AR だよねと思ったんだけど、うん、ああ確かに面白いうん何か立ち上げてるの？もはやうん、いや空間に絵を描く、文字とか描ける、はい、へえ、そうするとね、じゃあ空間にグリフを描くがいい。うちの方を見ると今度はどうぞ。うん？はあ、じゃあ空間なんか浮いてるよ。あ、本当だ、浮いてる浮いてる。あ、本当だ、さっき描いたの浮いてるんだ、そのまま。うちの方にもあるよ多分。ある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 。うん、へえ。っていうラジオで絶対伝わらないものをやってます。面白い。放送事故。放送事故、カメラで、うん、撮ったじゃないな、うん、あのリアルタイムに映っている画像に線を引くと、うん、線を引いても移動してもできるよと、うん、そう、その場に浮いてる感じがする。なんかちゃんと奥行きもある、うん、へえ、すごい。すげえ。だからこれをゲームにすると、うん、あのポケモン GO だと iPhone の AR キットを使った、うんうんうん、あのゲームで、うん、すげえな、地面に、うん、いつまでもやってるこうポケモンがいて、うん、でそれをぐるぐる回りながら近づけるとかっていうのに使われるので、面白い。これが使えるとね、ちょっと楽しめるかなと。さっきのやつは消えちゃった。すごいっすね。そっか、なんかね、AR コア使える人がいてよかった。だからね、なんかあの昔見た光景をちょっと思い出したな、あの、うん、イングレスのとあるエージェントさんがさ、はい、あのとあるコンビニのポータルを壊すためにこう各レゾネーターの上に移動してこうボッカンボッカンバースターをこうぶっ放してるんだけど、うん、あのコンビニを越えたら隣はガソリンスタンドですよっていう、あ、ありましたね、そのガソリンスタンドの敷地の中にこう入ってまでボッカンボッカンやってたっていうのを思い出して、ああ、あの人には見えてたのかな、すでにとかって、なんかそういうのがね、映像化して見えるんだよね。映像化して見えるんだね、うん、ずっと某所で見てました、うん、それと同じことは昔やったよ、リチャージしない。ああ、そうだね、あなたもやってたね。もういたじゃん、うん、いたね。ああ、私雨の日で車から出なかったんだけど、あの美細タウンの駐車場、うん、あのいわゆる石川市長、はい、石川視聴者だね、あのうるま市石川、うん、庁舎の駐車場で、うん、雨降ってる中傘さして、はい、レゾネーターの上で、うん、あのレベル3か4の時だったかな、はい、なのであのレゾネーターの上でバースターを一個一個ボッカンボッカン、うん、だってレベル8とか7のレゾネーターって壊せないんだよ、うん、真ん中から、まあ、そうだよね。まあ、私もやったことありますね。バースターが切れた時に、うん、一個一個浦添あたりですかね、もう直上でウルストをバンバン打って、うん、であのね、その時の脳内麻薬というかモハーモハーするよね。楽しいよね。楽しいあのね、レベル低くて制限がある時が楽しい。そうだね、うん、どうやったらこのレゾネーター壊せるんだろう、うん、低レベルバースターで、うん、ってのを考えて、最近はまた、うん、あのシールドが硬くなってるんで、はい、ああ、そうか、あの効果薄いですけども、うん、今でも、うん、レベル4ぐらいの時にやっぱり私こう初めて自分一人でポータルに出向いて、うん、自分一人でこうバースターぶっ放して壊すっていう時にこうやっぱさ、うん、あの相手方がさ、ちま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 リチャージしてるのが壊せなくてさ、うん、見えるね。そう、あれがなんか悔しくって、結局もう手持ちのバースター全部切れて、うん、って悔しいまま落ち帰ったのを覚えてるんだけど、うん、でも実はあの頃がやっぱ楽しかったなっていうのはあるね、うん、うん、あの工夫してやるので、
だからそうだね、あのレベル低いエージェントさんはそれはそれで今しか遊べない遊び方ですんで、うん、そうっすね、レベル8以上になるとみんな同じ、ね、同じバースターはレベル8、うん、でレゾネーターもレベル8まで置けるので、うん、そう自分で考えたり、はい、こうコムで呼びかけてちょっとこう手伝ってっても近くにいれば、うん、どうしたらいいですかって聞いてみたりとかね、うんうん、丁寧に丁寧に扱ってたなあの時バッターは、うん、そうだね、レベル6、7ぐらいで初めて8ポータルを壊した時は、うん、自分一人でそうだね、それは覚えてますね。あ、どこのポータルかも大体覚えてるもんなの。ユイレールの巻きそうなんだまたあんなところでへー、レベル6、レベル6あたりからか、なんか6あたりからそうそう、6あたりから、はい、シールドも剥がせるようになって、うん、もう数番が、そうそう、まだ数落としかないんだけど、そう、 そうだね、捨てるのはレベル6以上は捨てるのちょっと躊躇するね、うん、そうだね、うん、レベル、まあもちろんレベル8のバスターが揃ってたら、うん、特に問題ないんだけど、うん、ない時なんかは、うん、6でも十分とかも思っちゃうから、うん、そう、ちょっとこう、うん、打ち方に工夫して大事に使っちゃうね、うん、今ならため打ちをして、そうそう、ため打ちしたりとか、うん、ちょっと最初 2,3 発ウルトラストライクでやっといて、うん、じゃあ後から連続でバースターやろうかとか、うん、自分で工夫しちゃうもんね、やっぱね、うん、いや、多分その時そんなのもなかったです、もうバースターをバースターをそうなんだ、パチンパチンとないです、こんなウルトラストライク打ってからのみたいなのはないです。ウルストはなかった頃だよね、もしかしたら。いや、あったと思います、はい、うーん、2014年8月、 あ、もうあったあったと思うんですけど、ね、うん、もう覚えてないや、うん、あれ最初からはなかったんだよ、最初はなかったんで、ね、いつ生えたかちょっと覚えてないんだけど、ね、覚えてないね、うん、デザイアさんあたりのサイトに見たら載ってるんでしょうか。そうだね、はい、攻略サイトで見れば載ってるんでしょうか、ということで、まあ、攻略サイトを見てもよし、うん、今日本語の情報がいっぱいあるのでイングリッシュでも遊べます。うん、ポケモン GO もね、今ね、攻略サイトいっぱいありすぎてどれ見たらいいか分かんないんだけど、うん、ね、そう、2014年5月9日全端末に開放されましたっていう、うん、ね、私が初めて間もない頃だじゃん、私2014年の4月1日に始めてるから、あの iPhone が出てちょっとかな、うん、じゃなかった、 iPhone が出るちょっと前ぐらいだね、うん、おー、うん、だからじゃあシーケさんの時は最初から、最初からちゃんと限られてたんですね、うん、最初は使える人が、使える人、選ばれし者だけにハックしたら出てきたって感じだったのかな、うん、うん、うん、あんまり覚えてないな、うん、やっぱ2014年 iPhone開始からがやっぱブレイクスルーですよね、うん、ああいう、あれは、うん、あのね、形がね、おかしいのよ、みんな、あの色数が少なかったり、ああ、こうただの線画だったりとか、ね、線画だったり、うん、レベル9から16ができたのはもうこの時期なんですか、あ、2014年5月そのくらいだと思う、あ、だからそうだね、2014年が本当にそこが境目、うん、あのちょうど、うん、トップ走ってる人たちはレベル8になった人ばっかりで、はい、あのやる気なくしてたんで正直は今のレベル16のエージェントたちと一緒ですね、うーん、なるほど、これによってリチャージの距離も伸びたと、うん、うん、そっか、パワーキューブも一番最初はなかったもんね、パワーキューブなかったね、へ、おかげで移動距離いっぱい稼げた、そうなんですね、そんなに私が始めた頃からそんなに遠くなかったんですね、うん、何が遠く、そのレベル9から16が増えたのと、うん、ウルトラストライクが出てきたっていうのは、うん、まあ、そのくらいから、大体の辺りか、やっぱ、うん、なるほど、そうだね、うん、なんかアイテムも増えて、やれることも増えて、エージェントも増えて、うん、エージェント、まずエージェントが増えたのがすごい、もうなんか、うん、ハーハーした頃だったの時、いろんな意味でその直前か、その年の1月に CC デコも始めたから、うん、まあ、4月に、うん、ある意味、4月だったっけ、うん、4月に、ある意味いいタイミング、うん、そうだね、うん、狙ったわけではないんだけどね、うん、そう、あ、いつ始めようかな、名前どうしようかなって考えてるうちに、うん、なんとなく、じゃあキリがいいから4月1日から始めようかなと思って、まあ、ウォンからは1年ぐらい遅れて始めましたけどね、
その時ウアンさんもレベル8だったんですか、うん、あの時も8になって、うんうん、でなんか飛び級で上がったりしたんですか飛び級いやもうあのゆるふわなのであの時はもう90だってあの、うん、8で止まるだろうってことで、うん、ほとんど活動は、はい、まあ一応やってはいたけども多重とか作ってましたけどそうだねあの最近も全然活動されてないあの緑のエージェントさんのハゲチョビンさんとかは、うん、レベルキャップが外れるだろうっていうのを予測して、うん、ガンガン動いてましたね8だったのにそしたらもう急に番手離される離された格好で、うん、そういう意味では僕はモチベーションはそんなにまあ昔から変わらず淡々と、はい、自分ができる範囲をコツコツと、うん、あの北部はエージェントがいないので多重作り放題でそれでもうハーはしてましたけどだって MU 稼げないんだもん北部稼げないねもうすごいかそってていやめちゃくちゃ綺麗な多重作ってたじゃないですか、まあね、ポータル少ないし、うん、逆に綺麗な多重はなんか組みやすかったような気がする、うん、で緑エージェントさんが来ないので、うん、あの途中で壊されるっていうのがなくて今はね、うん、作ってる最中で、うん、あの相手エージェントがもちろん緑が作ってるのも、はい、青のエージェントが壊しに来るけど、うん、あの対応時間が全然違ってたからねそうそうそうだって1週間ぐらい残るんだよ多重がうん、北部包んでる多重が1週間ぐらい残ってるからリチャージなんかできない次うちら作れないってから、うんまあ、本当にいなかったんですよいなかったですね、うん、あの最近全然出てこない出てきてるのかな、うん、あの読谷の読谷さんが、うんはいはい、北部まで来てから壊しに来てましたからあえ最近え最近昔あの頃あそうだねわざわざ来てたね結局北限の緑のエージェントさんは、はい、読谷さん、北部によく来るエージェントさ ん、 うんで土日にはさすがにあのドライブでバイクのエージェントさんとかみんなぐるぐる回ってきますけど、うんうんうん、というのもどかでした ね、 北限で読谷さんだったんですねそうだからあのよく羽地中学校前のバッシュルマッシュルームバスストップ、はいはいはい、あの辺あたりをこう多重の起点とかに使ってたんだけど夜でも必ずそこを壊しに来てたから、ね、壊しに来てたそうなんですね、うんいやで壊してまた夢谷に変えるっていう感じだったからあのダルさんのアディショナルセルで、うん、あの夜中までやって、まあ、朝の6時までやった時も、うん、北部あとヘド岬まで、うんうん、三角作りに行った時なんかは、うん、読谷さん来てましたからね、うん、あ来てるってうちなんか見ながら見ながら私もある程度レベルが上がってからしか読谷さんの存在はちょっと分からなかったので、うん、だから何か重要というか、はい、あのポイントのところに読谷さんが壊しに来るっていう感じで来てましたね来てました矢賀寺の郵便局とかあ矢賀寺も来てましたしあの泣き人かどっかそう泣き人、うん、雨の日、うん、あれも覚えてるなあれも読谷さんでしたねそうごめん私あの時風邪ひいてたから車の中で待ってたんだけど雨の中2人であの時が初めてのリアキャップだったんだよね鳩の時はあ鳩さんの時は顔も見せてくれなかった恥ずかしいです恥ずかしいですその時ちょうどそうレースバトのレースバト控えたその何、うん、でっかい鳩を500-600とか1200羽とか乗せたトラックがさ、うん、あれ前の日から寝かせてあるんだよね寝かせてる、うん、慣れさせるんだかなんだかでだから車で近づかないでって感じだった、うん、静かにしててねってごめんなさいねって思いながらでこう夜が明ける頃にこうおじさんたちタバコ吸ってるからこう何ですかこれって聞いたら鳩レースあはーきっとこの中の鳩があの緑のエージェントさんなんだなと思ってだからしばらく読谷さんのことを鳩さん鳩さんって呼んでたんだけど全然違ったよねねえっていうぐらい北部は緑もいなかったです青も僕らしかいなかったですね最初はうん今はねあの逆に緑の方が辺土名の方にいたりそうだね今あっちこっちに住んでるからねあの元部にいたりまあ今元部にはちょっといないかうん逆に青の人が、少なかったりしますけど。ドキ。いやあの名古屋はいるのよいっぱい。ドキ。そうだね市内はね、うん。それより北の方が。方うんうん、確かに。から。うん？うん？あ。ツイキャス？違うか。ツイキャス。あそうかツイキャスか全然今日は開けてみてない。もうおちょうど30分。はい。昔話をたくさんやりましたね。はい、この放送はツイキャスと YouTube でもやってます。はい。今日は
コイン投げてなかったのでツイキャス一回切れました。あ、本当だ。でもう一回流してます。はい、あ、やり直しなんでね。録画がどうなるんですかこの場合。録画はとりあえずしといてって言われたので、うん、録画で置いてあります。じゃあお茶を、お茶じゃないか、コインか。いや、今大丈夫です。 あと30分回せますんで、動くんで。そうだね、うん、チャリーンって、チャリーンということで、僕なんかの顔が見たい方は、YouTube で、うん、FM うるまライブを検索していただくか、うん、ツイキャスの方で、うん、FM うるまで検索していただくと、うん、はい、見れます。はい、はい、うん、なんか、あー、びっくりドンキーしたって書かれてますけど、うん、何ですかね。あら、守りさんからびっくりドンキー、なんだろう。あ、ラジオハンガーと思うですね。はい、うん、先ほどの記事を上げたんですよ、2014年、2014年5月、なんだろう、先ほど の、ね、レベル解放、レベル解放のね、キャップ解放とウルトラストライクの記事を上げた後に。あ、ほんとだ、2014年5月9日、うん、へぇドンキーはいらなかったですわ。はぁ、うん、ウルトラストライクウェポンズ、うん、ということで、ラジオでさっきの、はい、続きですけど、うん、アプリでも聞けますので、うん、FM プラプラ、あ、そっか、 FM うるまで検索していただくと、うん、Android と、うん、iPhone ではありますんで、うん、それで聞くと、番組表も 見れますんで。え、そうなんだ。うん、FM プラプラ の、うん、専用FM うるまの専用アプリだと、うん、番組表もありますし、うん、なんだっけ、メッセージとかも送れます。ただ僕なんかは見るのはちょっと難しいですけども、うん、情報送れますので、うん、ほうほうほう、見ていただけるとね。そっかそっか、はい、ツイッターなんかも使ってないなお前プラプラ意外と便利なんだよあ、そうなの。あれ、うん、FM うるまっていうアプリができたんじゃないですか。そうそうそう、それ FM うるま専用アプリで、専用アプリ、うん、うーん、FM プラプラで検索、FM プラプラ、FM うるまで検索すると、うん、ヒットすると思います。うんうんうん、まあ FM うるまで検索した方が早いと。そうだね。Android で FM うるまで検索すると、うん、ヒットします。うん、あ、ツイートするんじゃなくてね、うん、検索なんだよ。それでね、北部にいても、うん、FM うるまが聞けますんで。そうだね。うん、今日はね7時ぐらいから聞いてたけども、うん、前の番組の伊波美優さんの番組の前の音楽の時が、うん、あ、男性の、いや男性との間か7時から7時半までのちょうど音楽だけ流す、うん、音楽だけ の、うん、の時が、僕らねちょうどストライクだったんで、いや、中森明菜特集、あきらちゃんあきらちゃんばっかりでおーおーおーって聞きながらもう歌いながらここまで来ちゃったよ、やっぱね。ということで、FM うるまこの隙間でも意外と楽しく聞きます、うん、ね、うん、私が聞き始めたら、チューリップのアカペラが、ああそうなのか、始まってる頃、うん、あの前の番組のミュー先生のですね、うんうんうん、この外の方で、うん、観覧席の方で、はい、女の子たちが5、6歳ぐらいの女の子たちが、目の前にいましたね、はい、一緒に歌ってましたもう可愛くて可愛くて、うん、そっか、学校ではこんな感じかとか思いながら、ね、みゆ先生って言ってたね、うん、さてとって感じですね。ということで、今日ね、もう親方来るかなと思ったんだけども、うん、あ、そうなんですか。一応僕らの方でちょっと話、うん、小耳に挟んだ情報が、はいはい、はい、赤いやつですか。あ、赤いやつですね、赤いやつです。情報をちょっともう一回検索、うん、もうなんか Google プラスになんか投稿とかされてたりしてるの。あ、されてますよ、はい、うん、それもちゃんとゼロキャッチさんが、うん、そうなんだ、何かしらしてたんじゃないでしょうか。今月全然 Google プラスの情報を見てないな。もう今日で終わりますけど、うん、ね、今日で終わっちゃう、はい、すごい近いですよね今回。あ、そうなの。レッドファクション
の、また季節がやってきたということで、夏季、まあ、夏のレッドファクション、うん、開催ということで、Google プラスの方に記事が上がってます、うん、はい、それは九州沖縄、九州沖縄の方で、まあ、記事読み上げましょうね。はい、1月に行われた冬季レッドファクション、うん、2月に大分県と福岡県で行われた延長戦以来となる、うんうんうん、夏季レッドファクションの開催が決定、うん、ということで、まあ、対象は献血および募金、うん、ということですね、うん、で開催時期は2018年の6月8日8日、うん、金曜日から24日日曜日まで、うん、ということで開催場所は九州各県の献血ルームということで、うん、一応県も書かれているので読みましょうね、うん、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の各献血ルームですね、うん、あの移動献血車とかでは、うん、あのなんていうのか、まあ、バイオカードとかもらえないの で、うん、で今まで通り、バイオカードとかをもらえます。献血ちゃんのね、はい、ご当地献血ちゃんの、うん、がありますんで、うん、はい、そうか。じゃあもう来週のラジオ終わった翌日ぐらいからだね。そうですね、そうですね、うん、来週の金曜日から始まりますんで、うんうんうん、そうか。アイテムに関してはまだちょっと出てないのかな、うんうん、まあちょっと発表が待たれる、はい、発表がまた細かく出ると思いますんで、ね、まあうん、一応Google プラスで、うん、レッドファクション九州で検索していただいて、うん、記事を探していただくか、うん、また、うん、ドメインまたいじりましたえ、なんでって、ちょっと見つけたのでドメインまたいじって、うん、新しいドメイン URL を取得しましたので、はい、ドメインが、うん、その記事に直接行けるドメインが、うん、http コロンスラッシュスラッシュの、うん、red201806、red、red201806.ingress.okinawa でいけますんで、うんうんうん、はい、イングレスのスペルはわかるよね、わかるよね、わかるよねいや違うなそれは違うなそれで該当の記事に直接飛べますんで、飛べた、はい、それうちらわかるけど県外で聞いてる人はさっぱりわからないんじゃいや、FM オルモットからいいんです、地元だから、わかるよね、わかるよねうちらはすぐ A 賞先生でわかるんですけどね、わかる人はわかると思いますいやということで、うん、もう一回言いましょう、もう一回言いますね、はい、http コロンスラッシュスラッシュの red201806.ingress.okinawa、うん、レッド201806、そう、ドットイングレスドット沖縄、はい、覚えた、レッド201806、うん、ドットイングレスドット沖縄、うん、そっか、冬はまた年内にやるかもしれないんだね。そうですね、か来年の1月になるか、なるか、うん、今年の1月にもあったので、うん、今年の1月の記事見たければ、うん、さっきの201806を201801にしてもらえれば、うん、まだまだ生きてますんで。あ、そうなんだ、うん、うん、というか手っ取り早いのはこのレッドファクション九州、 Google プラスのレッドファクション九州をフォローしていただくと情報がいっぱい入ってきますので、うん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 、なるほど。じゃあ後でちょっと Google プラスチェックしよう、はい、チェックしてください、うん、じゃあもう体調整えないといけないじゃないか、毎日蒸し暑いのそうっすね、全然雨も降らずにさ、ないし湿度だけ高くてさ、明日やっと降るらしいですけどね、今日の夜か明日、ね、今日の夜降る、今日の12時が、はい、今日の夜中0時が90何パーセントとか言ってたね、え、なんかタックで私が見たなんか名護ですけど9時から降る、朝の9時からラジオ終わって家帰る頃雨降ってるんだ。じゃあ、まあ、9時って今の9時ね、はい、うん、夜の9時、あ、そうか、ラジオ終わって家着いた頃にはもう雨降ってるんだね、はい、うん、かもしれない、かもしれない、うん、でももう、ね、ちょっとダムがだいぶ、そうだね、そうすね、また久々にあの制限給水になるかという話が、ね、上がってるんで、貯水率5割切ってるんで、ね、切ってるところじゃないな、今40、46とかもうちょっといってるかな、うん、
中南部からあの高速使ってあの通勤してる方の話聞くとやっぱり毎日こう、はい、ダムの横通るから横目でチラッて見るらしいんだけど、うん、いや普段見たことないなんかこう土の塊とか見えてるんだよとかって言って 50% は切ってますね。 50% はもう昨日の時点で 47.1%、うん、いつぐらいかな3、4ヶ月ぐらい前からずっと 50% 切った状態なので、うん、雨があんまり降ってないんで、今年のなんか冬はだいぶ雨多かったなっていうイメージなんだよね。いや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 、そうじゃなかったっけ、去年の秋か冬なんか雨ばっかり降ってるなって感じました。 3ヶ月ぐらいか、うん、東村のつつじ祭りの時に、うん、ちょうど福知山まで近く通った時、うん、50点何%、うん、49点何%って書き方だったので、うん、あれからまあもう 2ヶ月ぐらい経って、うん、そっか、あの時からもうもう全然切ってるんで。そうなんだ。これつだったか、先々週あたりの朝早くにめちゃくちゃ雨降ってて、うん、そうだっけ、平日に、あ、朝早く7時過ぎぐらいですかね、はい、あ、これやばいと思って、うん、あの会社行く前ですよ、やばいと思ってもうその時点でカリシア来て、まあ、普通に会社行く格好だったんですけど、うん、あ、これやばいと思って、うん、で私服にサンダルに着替えて、うん、家を出たら晴れましてですねそうだね、あれ一瞬だけだったね、考えたら晴れましてですね、30分なかったかな、確か。もう会社着く頃にはもう傘もささないっていうぐらい晴れましてね、あれはもうポカーンってしましたでもあれ以来全然降ってないんだよな。うん、なんか降りそうな感じもするんだけどね、うん、現時点だと 46.9 で、平年値との差はマイナス 27.5、 そう、マイナス 27.5、 ひどいわ。平年だと今頃は 74% らしいです。 74.4、 平均的にいったらね。うん、なので節水皆さん気をつけてきましょう。うん、これを機にこう各地のダムをこうミッション、こなしに行くダムミッション、そうそうそう、おすすめだよね。ダムカードまだもらったことないんだよね、うちの子。ああ、だからこの前もらいきれなかったね。もう終わりましたって言われて、夕方事務所がどこどこでもらえるんですか。なんかね、この間うちなんか行ったのは、あの福知ダムではもらえます。福知ダム、うん、県の、あ、じゃなかった、国管理ダム全部、全部だけども、例えば噴火ダムとか、うん、あの辺あたりはあの人が常駐してないので。そう、人が常駐してなさそうなところはやっぱいないのかな。変わってなければ、ベノキと噴火は行った証拠写真撮って、はい、荒川ダムでカードちょうだいって時に見せれば。荒川だって。あ、じゃああるんですか、ベノキダムのカード。ありますよ。あ、そうなんですね。もうベノキダムとか全然一人ハダムか、ごめん、ハダムじゃなかったか、ハダだったはず、確か。ベノキ噴火はハか、ハ、はい、ダムだ。うん、で荒川と、荒川福知は友人なので、友人なので人がいるんで、あの行った証拠を取って持ってくと、うん、あのカードもらえます。ポータルの写真が、あのあ、いいね、ちょうどいいね。ミッションなんかこなしてたらもうバッチリだね。ただ電波がいいかっていう。そうなんだよね。友人ところ営業時間内に行けば普通にくれます。そう、大事なのは営業時間です。意外と早いんだよね。あの5時には閉まります。9時までで、あの5時直前だとあの閉めてます。もうお客さん来ないので。ね、だから閉じまりも始まってますんで、うん、あの4時前ぐらいに行って。ね、それぐらいがいいよね。次元ポケストップ的なやつですね。そう、次元本当にあのありますよ、福知ダムの方に、うん、あの上の方にね、うん、あの資料館みたいなところがあって、まあポータルは1個だけあるんだけども、うん、そこに行くのに車で上がれるんだけども、うん、閉まりますよとか言って5時前に、駐車場腐れかけたいんですけどって言われてすいませんって言って。なるほど。あの階段では登っていけるんだけども、うん、あの資料館自体はもう5時に閉まる、うん、で駐車場も5時に閉めますってことなので、うん、見晴らしいよね、でもあっちね。そうだね、うん、でも今行ったらちょっと痛いかな、あの水がなくてダムに。そうだね、ちゃんとありますね、あのダムカードありますっていう、うん、あのサイトで、はい、あ、サイトである、何々ダムで配布日時とかって書いてますね、うん、あら、速報、うん、あのエムリンさんからラジオハングアウトで、うん、ギノザ降り始めましたという。そうなんだ、
ああ、宜野座、近くのダムにだけ降ってくれたらいいんだけどね。まあそれは、それはみんな思うけどね。神奈川だった。じゃあ、帰りはあれだな。畑をお持ちのところとかは。そう、畑が大変なんだ。そうか、まあそうだね。あの、岩に、あの家のね、庭に水をまくのも大変なのよ。うん、気遣いながら。今は、あの、鉢植えに、うん、あの直接こう、水撒いてますけど、うん、上からザバザバーってはかけられないね。うん、そっか、宜野座降ってきたか。ということで、傘持って、皆さん、うんね、もう今からの時間は気をつけましょう。うん、明日も雨降るんだよね、ずっとね。うんうん、明日は。明後日が晴れそうなんですね、またこれが。そうなんだ。困ったもんだ。こんな明るくてもなくなくないよね。10日間、あ、本当ですね。ね、ここ最近あの制限給水がないので、うん、あの新築の家で貯水タンクつけてないところ、そう、つけてない人いるわけ、びっくりした。あったりするんで、うん、で分かるよね。分かります。分かります。実家は貯水タンクあります。あるよね。うん、はい、あの最近やっぱ家作った人に聞いたら、うん、えーってうち別に進められなかったしつけなかったよって聞いて、うん、水タンクがあるのが今までの常識だったけど、ね、常識だったけど。ここ10年、20年近く制限給水ないので、うん、あのタンク持ってない家があったりするので、うん、そういう家の方は特に気をつけましょう。あの水を自分でほ、あの、なんていうのかな、押さえておきましょう、ね、うん、まだ制限給水まだ入らないんですけども、うん、最後のさ、制限給水もう明日から始まるよねっていう時にドカーンと雨が降って、そう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 、急遽中止になった中止になった時があったのがもう今私一番新しい、うん、制限給水、ね、制限給水の記憶なんだけど、うん、今回もこのパターンなんだろうかとか思ったりした。いやーどうかなー、あー久しぶりに明日から断水かーと思ったら、うん、ドシャーっとって、まあ、降る時それがいつ頃ですか。何年前だっけあれ。あれもでも20年ぐらい経ってなかった。え、そんなに経ってたっけ。いや10年ではないよ。10年、え、そう、うん、そっか、あれ以来ないんだよ。ちょっと覚えてないな。まあでも私も一応そうですね、断水を経験してるんで。うちらがね、子供の頃はよくあったもんね。小学校の時は普通にあったもんね。なんか普通に、うん、でっかいポリバケツにポリバケツっていうか、ポリバケツって言うんですか、うんうん、ポリバケツ、青いんでしょ、でっかいやつに水溜めて、うん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 、湯船があるところは湯船に水溜めて、そうそうそう、やった、やった、トイレとかはそれ使ったり、そうそうそう、やったね。昔弟に頼まれて、イングレス始める前ですけど、ダムカードを1日でもら、はい、1日で一通り回ってもらった時の証拠写真がありましたわ。一通り回ったって何箇所回ったの。だから目の木噴火は荒川、阿波、福知で、羽地、神奈と倉敷、当時は大砲はまだできてないし、金は工事中、金は工事中でか、あ、もうこれ本17箇所ぐらいあるんですけど、本当なんですかね。本17箇所あるんですけど、本17箇所で配ってるんですか、ね、あとは、うん、17箇所。離島は分からんな。あ、そっか、すいません、離島数えてる、うん、離島も入ってんだ、これ。なるほどね。え、離島もあるんだね、だから、あの那覇だと金城ダムだっけ。金城ダムは確かあれ、あの、あっちもダム、ない、ダムカードないか。いや、ですね、一時期あったらしいんですよ、あの、あそこの職員さんが有志で作った。ああ、有志で作った。ああ、そうなんだ。そう、あの、いわゆる国管理じゃないので。そうそうそう。まあ、じゃあ今はないんですかね。確か倉敷もそんな感じだったと思うんだ。ああ、うん、そういう、だから近所でも欲しいとなったけど、ない、まあ、ないのか、ない時期で、うん、持ってる人がいたらなんか報告してあげたい感じだね。ああ、自分たちでねえ、それをなんかバイオカードとしてなんか、あ、ね、ダムのミッション作って配るの。いや自分のバイオカードも作ってないのに、うちら週末ダムで立ってるんですよ、ね、週末ダムに立ってない、ダムに立って、ギアキャップしたらダムカードあげますってやって、何せ9時5時だから本当にあのねえ時間早いからね、うん、あの 道の駅スタンプラリーと一緒だからな、ほぼ、うん、あ、あっちもそうだね、早いと6時ぐらい、うん、あれも事実上9時5時なんで、ダムカード、あとマンホールカードとかも、あ、今だとマンホールカードも、本当にダムの好きなエージェントさん、県外のエージェントさんが、うん、本当にその北部の福知とかさ、あの辺の奥の方のダム行ってたね、うん、行ってダムカードもらったとかって言ってて、なんか記事とか上げてたね、うん、記事上げてたね、うん、あーすごいと思っちゃった。だって
本土の方だと本当にダムは大掛かりなダムがいっぱいあるんで、その2012年の話ですけど、どこだったかな、荒川かどっかはあのダムかのもらうときにそのどっから来ましたみたいな書くとこがあって、そこでパーって1ページ目だか囲みたら内地の住所ばっかり。あ、そうなんだ、むしろ沖縄が珍しい。あの、ね、そうなんだ、イングレスしなかったらダム回らんかったかもしれん。まあそうだよね、荒川でその職員のお姉さんにお姉さんかお姉さんだねお姉さんにカードくださいって言ったら、どこから来たんですか、あ、糸満から、あ、そうなんですかってスルーされちゃったから。イングレスやってなかったら私金城ダムしか知らなかったですよ。あ、そうだね、はい、実家の近くなん で、 で福知とかは名前聞いたことあるからいいけど、うん、あの荒川ダムとか、私噴火とか全然知らなかった。噴火がまず読めないもんね、うん、福川じゃないのと思ってたんだけど、多分北部5ダムぐらいで、そうそうそう、え、5つもあったのって気がしたんだけど、うん、要は5ダムってよくあれだ、あの貯水率等で言われてても、うん、その5つ名前言えって言われたら、国管理、県管理、何それと思った。北部回るといっぱいあります、ね、うん、あれ今でも新聞にあれ載るの、あのダムの形した今日の貯水率ってあるの、子供の時はなんか毎日見てた気がする。今あんのかな、今はないかな、かな、わかんない、わかんない、俺も、うん、新聞見ねえな。まあ、でも気にし始めたらなんか載せてるんじゃないですか、もしかして。あ、なのかね、あの量が少なくなって、うん、あれだって子供が見てもすぐわかるじゃん、うん、もう半分切ってるとかさ。うん、かいや、どうなることやら、ね、まあ、節水ってでも限界はあると思うけども、頑張って節水して、ね、うん、であと雨乞いをしてみんなで雨乞い、うーとうとうしてながらポータルで何せ雨乞いポータルとかあるんですか。いいね、何せ台風も来ねえからね今回。 あ、そうだね、台風が来ないんだ。そう、あ、そっか、もう5月末だから通常だったら。そうだよね、台風発生しましたメールとかまだ来てないもんね、うん、沖縄ちょ、沖縄まで来ないにしても確かに霞めるところ気もしない。確かに、そうだね、台風の名前を見るっていう遊びができない。そうだった、その話 したでしょ、あの白頭がどうのこうのとかって。あ、そうそうそう、白頭のなんか被害が今年ひどくて、ひどくて、もう 2,3 年前はその5月に2つぐらい台風が来たから、その時期のなんか巣から卵やらひなやらが全部、はい、台風で死んじゃって、ダメになって、それで数が少なかったっていうのをなんか最近何かで読んで、うん、へーと思ったんだけど、逆にね、今年とかは全然台風なくて、ね、なくて、で、カラリと晴れてるから天気もいいし、うん、で、白頭いっぱいいるよね、考えたら、ね、すくすく育ってるんだなっていう、うちの家の近くで、ね、うん、チュルチュルチュルとか言って文句言われたのがありましたけど。観光的にはいいんだろうけど。そうだ ね、 ね、観光客はいっぱいいます。うん、そうだね、逆になんか秋っぽい感じだなっていう感じはする。意外とこの時期にしては乾燥してる。あ、まあ、うん、今日はちょっと蒸したけど、蒸したけど、今日はそうですね、今日はもうベタベタしたよ、うん、大変でしたけど、あ、でも朝は割とまだ涼しい方でしたね。うん、そうだね、私も夕方はもうベタベタでした。あ、そうそうそう、一回浴びたいっていうぐらい、はい、だから日中は私もドライずっと回して、寝るときにエアコン消して寝て、朝起きたらまたドライつけてっていう生活してるんだけどね。ここもエアコンずっと入れっぱなしですけど、このスタジオも、うん、あの外の方の観覧席の方も、うん、エアコン入ってますね、うん、いやー、もうつけないと思う、ね、でまたそういう時って外に出るとまた暑いんだね、改造しますけど、ハンガーアウトの方でそのダム貯水率記事上がってますけど、はい、先ほど見てたのはまさにこの記事でした、私が見てた。あ、そうなんだ、そう、こういう沖縄タイムスの記事、あ、うん、左が例年、右が実際、うん、あ、今年の、そう、あ、それは少ないな、うん、5月30日の 47.1% ひょー、この時点で50切ってるのは非常にまずい、うん、だからね、うん、あの梅雨頑張ってと思うけど、そう、これからその私たち以外にもその県外から、うん、もしくは日本の外からいろんな人たくさん来ますから、ね、うん、そういった人たちも含めて皆さん水使うので、そうだね、はい、観光客が増えれば増えるほど、うん、そうだね、うん、
ホテルで水使うんだったけど、いかんからな。そうですね、うん、どうなるやらっていったところで、はい、曲何かけようかといったところで、私が曲どうしようか、はい、何がいい、何がいいです。もう今日まではスカイウォーカーさんの曲をかけるのもいいんじゃないかな、お誕生月だし。今日までだって毎回かけてる。毎回か。新しい曲、最近はもう毎回です ね。新しくリリースした曲またかけましょうか。そのまま。あら、外れちゃった。あら、先週と同じことやってるような気がする。下でしたっけ。下、はい、上が入んないから CD 下で、はい、全く同じことやってます。うBGM がないとやっぱ静かになるね。ねえ、シーサーっつってね。歌っちゃう。シーサー歌ってどうする。リン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 クワンってやって。それもいいけどね。ということで、今週もありがとうございました。ありがとうございました。ダブラジ、ダブラジ、ダブラジ、ダブラジ。あれ、ちょっと待ってね。懐かしいイングレスラジ。あー、はい、ポケモンの話題何も一切。あ、今日触れなかったね。あーといくつかあったんだけどね。ねえ、結構あったんだよね。でかい発表あったんですが、いやー、首が全然見えないやつとか。あー、そうだね、でかい。あれナッシーの進化版。あれ、いや、アローラの姿。あ、アローラか、うん、と言われましてもって感じなんですけど、はい、ということで今週もはい、イングレスコラージュありがとうございました。ありがとうございました。今日、今週も最後の曲は、はい、山本紗友さんの、はい、今月出た、うん、曲で終わりたいと思います、はい、山本紗友さんの、階段で終わりたいと思います、はい、それでは、はい、それではさよなら、うん、さよなら、さよなら。なんか BGM がないと